神宮長古館は、伊勢神宮の公益事業であり、神宮の宗教法人としての規則である、神宮規則第63条によると、神宮の由緒並びに、日本文化の変遷を調する資料を、陳列保存して、一般の観覧に供する、外産業の振興発展に資する事業を行い、文化の向上を図るを、目的とし、神宮数系の歴史及び、日本の文化を展示する、 歴史と文化の総合博物館である。付随する神宮農業館は、同規則の第63条によると、農業、水産、林業等に関する資料を陳列保存して、一般の観覧に供する、外産業の振興発展に資する事業を行い、文化の向上を図るを目的とし、自然の産物がいかに役立つかを主題とし、 伝統的な稲作などに関する物品の収集保管、展示公開を行っている。敷地内には芸術家から伊勢神宮へ奉納された作品を収蔵、展示するための式年仙宮記念神宮美術館もある。同規則の第63条の2によると、神宮美術館は式年仙宮ごとに東大一流の美術品を収集及び保管転換するとよもに、 我が国の美術工芸を研究し、日本文化の発展に資するを目的とする。現在の建物は、長古館が1953年に復旧、農業館が1996年に縮小移設されたもので、1909年の開館当初のものとは一部異なる。農業館、大正天皇お手植えの末1886年、伊勢神宮周辺の整備を目的に、 有栖川のみあたる人新農を総裁とする新宴会が結成された。この新宴会は、農事促進を目的として1891年に下空前に農業館を設立、日本初の産業博物館となった。農業館は、迎賓館や奈良国立博物館で知られる、片山東熊による設計である。平等院法王堂をモデルとした和洋折衷の農業館は、 片山の作品としては数少ない木造を建築となった。新宴会は下空と内空のほぼ中間となる倉田山に約3万9000坪の土地を購入した。1903年に歴史博物館として長古館設立を企画した。日露戦争開戦により計画は延期されたが、1904年8月には、 増築を伴う倉田山への農業館移築を開始、翌1905年の移築完了後に農業館は伊勢神宮へ奉納された。1906年11月に農業館と同じく片山の設計による長庫館の建設を開始、1909年5月に完成し、同年9月29日に日本初の私立博物館として開館、1911年4月に 周辺の土地を含め、伊勢神宮へ奉納された。天皇の行行を想定した下空、内空間の自動車道を整備するために、倉田山は大幅に改作され、1910年3月に、三行通りから1952年まで国道1号、現三重県道37号鳥場松坂線が、開通した。新宴会は1911年12月。 神宮周辺の整備を達成したとして、長古館の入り口に、新園会記念碑を作り解散した。後の1919 19年に三行通りの東側に、工学館大学が、1925年には、内空前の宇治館町から、神宮文庫が移転している。長古館は、和洋折衷の農業館とは趣向きをことにし、ベルサイユ宮殿を模した前提を持つ、 ルネッサンス式の西洋風建築とされ、東京国立博物館の表景館同様、正面中央にドームを排した高い屋根を持つ、鉄筋コンクリート造りの平屋となった。中央奥には、寄品室が配され、皇太子時代の大正天皇、昭和天皇を、はじめ、角宮家の皇族などの要人が、神宮に参拝する時の休息場所として利用された。1910年、 当時皇太子であった大正天皇が11月14日に下空内宮を参拝した後に長古館を訪れ御用末を植樹している。1940年7月にはラストエンペラーとして知られる満州国皇帝溥儀も訪れた。1923年11月5日には長古館の西側に大和姫命を祀る大和姫宮が創建された。 大和姫めの霊大祭などでは、数系団体の三枝代行などによる茶の振る舞いなどが、長古館の敷地で行われる。第二次世界大戦末期の1945年7月に、アメリカ軍の宇治山田空襲により炎上し、建物は外壁を残すのみとなり、収蔵品の大部分は消失した。式年戦宮記念神宮美術館1953年の、 第59回神宮式年遷宮を記念し、石造りの外壁だけが残った状態から、彫刻館は修復された。ただし、ドームと寄品室は再現されず、平屋から鉄筋の2階建てにするなどの変更が加えられた。1985年に新館が増築された。第61回神宮式年遷宮を記念し、1993年10月、 式年戦宮記念神宮美術館が開館した。美術館は農業館があった場所に建てられることになったため、農業館は一時閉館し東側へ移築、この時に巡回形だった農業館は久保形に縮小するなどの変更が行われた。美術館は日本芸術委員会員の大江博士の設計によるもので、神宮の美術館にふさわしく日本の伝統的な 建築様式を踏襲し、緩やかな勾配のどういた武器の屋根を持ち、内装は白木を生かした現代建築とされた。1996年に、広大神宮鎮座2000年を記念し、焼け残ったアリス川の見当たる人、竹人神道の銅像を修復するとともに、貴品室を復活させた。この貴品室は2000年から随時公開されるようになった。 1998年に、長古館と農業館は、国の登録有形文化財となった。神宮式年仙宮では、社殿と共に714種1576点のご小属神宝も、同じ仕様で新たに作り変えられるが、この際、撤下された古い神宝の一部が展示されているのが、長古館である。また長古館では、内宮星宮の1、20サイズの模型。 戦宮で解体された本殿に使われていた扉、地儀、カツオギ、採点用具なども展示されている。その他、土器、経、太刀などの古墳時代の出土品、古文書、有栖川の宮記念公園内にあった、養精館から昭和30年に移管された、国史会画、廃祖、荒木田森竹に関する資料、平賀亀助の作品など国の重要文化財11点を、 含む約8000点の資料を所蔵している。農業館では、神宮と農業に関わる物品、昭和天皇、皇順皇后の貸し品、神ナメ祭りに奉納された皇居の歌で作られた稲穂や木糸、眉などが展示されている。神宮では神鮮を基本的に自給自足しているが、神鮮を自給する神宮館だ、味噌の、 おしおどの、ひ大とアワビ調整書に関する資料も展示している。美術館では、文化勲章受賞者、文化功労者、日本芸術院会員、重要無形文化財保持者といった、美術家、工芸家より、神宮に奉納された作品を所蔵し、展示している。重要文化財、住みやけ貿易関係資料の、内アジア公開随以は、 神宮町古館所蔵の指定文化財の一覧である。宗教法人、神宮所有の指定文化財は、三行道路を挟んで、町古館の東にある、神宮文庫などに所蔵されるものもあるため、すべてが町古館で保管されているわけではない。ABCDEFGH、今日開館100周年神宮町古館。中日新聞、伊勢市産業観光部観光企画課。 平成22年伊勢市観光統計8ページより、お伊勢参り28ページ、神宮町古館について、お伊勢参り29ページ、神宮農業館ご所属新報について、伊勢神宮公式サイト、小堀圭一郎監修所候編著、名画に見る国史の歩み近代出版社、2000年4月19日、ISBN 978から4から90万7816から00から、 1>, 1. ありがとうございます。